はい、昼コーヒー着きました。ここはね、なんやカフェの豚屋さんみたいなことやってるみたいです。なんかいろいろ冷蔵庫とかなんかこんなんも売ってますね。こっちがカフェになってます。今ボルトでね着きました。旧市街からすぐの距離なんで、いっぺん中に今から入ります。はい、お店に入りました。入ってすぐ右側にね、このように美味しいコーヒーを入れるね、器具、コーヒー器具ね、こういうのが売ってます。まあハンドドリップコーヒーなんかにするのにね、こんないろいろあったりします。こっちの方はジェラートとかね、まあスムージーとか作るのが売ってますね。私もカフェしてたんでこれはありましたけど、値段見たらそんな変わらないですね。はい、このようにまあ色とりどりカラフルなね、おしゃれなのがいっぱい売ってます。さすがタイですね、タイ、タイ、カフェ天国チェンマイね、私は今回本当思いました。ここにね、美味しい、これはでもチョコレートか、チョコレートみたいなもん、こんな食べてはいけないもんがあります。まあね、奥の方はジュースがあったりね、いろんなドリンクが用意されておりました。こっち側の方はね、容器ですね、容器。まあテイクアウト用の容器ですね。もう最近お店もね、器じゃなくてこういう容器のまま出すところが多いですけど、こういう容器も売ってます。私のところもね、テイクアウト用で容器買ったんですけど、ちょっと値段見たらそんなにね、あんまりね、日本と変わらないような気がします。ね、こっちの方はね、なんか、まあ、うちの店で言えばテイクアウトのお弁当の容器ですけどね、そんなんとかバーガー袋ね、いろいろ見てたら、ひょっとしたらこっちの方が高いような気がしました。まあ、だから物によってね、値段はやっぱり高かったり安かったりしてます。はい、これは入ってちょうど正面になるんですけど、コーヒー豆がこのようにずらりと並んでおります。実は私たちはチェンマイに来たんはね、コーヒーを買うのも目的があったんですよ。そしてね、チェンライの方の赤族の村に行ってコーヒーを買ってきたりしたんです。まあね、いろんなコーヒーをちょっと飲んでみたいなと思いました。まあこのようにね、木豆も売ってたり、いろんなね、コーヒー店も行ったんですけど、まあこの間赤甘コーヒーというところも行って買ってきたんですけど、まあね、違うところのカフェで売ってたコーヒーとここがね、同じコーヒーが売ってました。でもやっぱりこっちの方が値段が、そこよりはこっちの方が安かったです。まあ物によるのかもしれないですけど、それはこっちの方が安かったですね。まあね、コーヒーだけでなくてね、こんなハーブティーみたいなのがいろいろあったりね、ちょっと中身は不明でわからないんですけど、多分ハーブティーとか、あと紅茶みたいなのもあるんかな、これね、よう分かってないんですけど、ただね、コーヒー好きな人にはもうここぜひお土産いいと思います。これ買いに来はったらいいと思います。はい、旧市街地からね、ボルトでそんなに時間かかるところではないのでね、ちょっと北間なのかな。でちょうどね、あっちゃんコーヒー好きじゃないんで、このジンジャーっていうのを買って帰ろうと思いました。喜んでくれたらいいんですけどね。